埼玉スタジアム2002から浦和レッズ横浜 F マリノスの一戦です。まあ、どちらもチャンピオン経験のあるチームですが、今シーズンここまでまだ勝てていないという流れの中での一戦です。さて浦和のフォーメーションを紹介します。ゴールを守るのは西川です。口大輔、マウリシオ、牧野、宇賀神と並ぶ4枚のバックライン。青木が最終ラインと中段をつなぐ役回り、長澤と柏木はより興梠に近いポジションを取りたいところです。サイドに武藤、武富、日本屈指のポストプレーヤー興梠慎三です。飯倉のアベレージポジションは今季の F マリノスの非常に大きな注目ポイントです。松原、中澤、デゲネク、山中の4バック、松原と山中はこの扇原の近いところに入ってビルドアップします。バブンスキー、山野がセンター、遠藤、ユン・イルルクがサイド、ストライカー、まあ、いわゆる点取り屋です、ウーゴ・ビエイラ。マウリシオ、斜め裏に動いたのが竹富、左の武藤が、武藤を使う、展開をほどきます。長澤もゴール前入ってきた、カットインから武藤が打つ、これは旗が上がりました。オフサイドですかね。はい、これ斜めの背後へのパス良かったですね。出したのはセンターバックのマウリシオ、はい、蹴るのは扇原。直接狙った、これは非常にいいボールでした。扇原2回転シュートですね。まあ距離はあったんですけれども狙ってきましたね。これで武藤はサイドチェンジ、展開を広げて菊池大輔、今日はウィング気味にプレーをしています。シンプルに逆サイド、武藤のヘディング、大きな横の揺さぶり、浦和レッズ。飯倉はつなぎます、扇原は裏、ユン・イルロク落としてウーゴ・ビエラ、ナイスキーパー。後ろから長いパス、つなぐだけではない、ちょっと長いパスも作って使って崩しの形を見せました。 F マリノス蹴るのはバブンスキー、デゲネクを狙った浮き球、松原は横です。ここに山中、ウーゴ・ビエラ、ウーゴ・ビエラ、ナイスキーパーです、西川。さあ右のコーナーキックです、バブンスキー、ちょっと後ろ、デゲネクヘディング、ウーゴ・ビエラ、また西川、また西川、いや西川、山田直樹が入ります。3年半ぶりにこの赤いユニフォームを着た山田直樹がサイスタに帰ってきました。武藤には届かない、よく戻ったデゲネク、セカンドボールカットしました山田直樹。柏木のパスは山田を使った、トラップがちょっと流れましたが、山田らしい出し抜く動き、スタンド拍手です。いや、いいスペース狙って入り込みましたけどね。はい、そうですね、この後、はい、これで一度持ちます。山中、ウーゴ・ビエイラ、ワントラップからウーゴ・ビエイラ、均衡を破ったアウェーの F マリノス、隠れプレーメーカー、サイドバックの山中から、最後はストライカーのウーゴ・ビエイラです。いや、こ
パーゴビエラいいパスタッチだったですね。これまあ興梠がねちょっと戻ってスイスなんですけれども、一瞬離れて、これはでも強かったですね、はい、深い位置からアウリシオ追い越した、青木が出てきた、チャンス決定機、青木優太ナイスキーパー、青木もよく出てきましたが、飯倉が防ぎました。浦和決定機実らず。今時計を見ました、山本主審もうワンプレーさせます。西川が蹴る、デゲネック、これでゲーム終了の笛です。エフマリノス勝って今シーズン初勝利、ウーゴ・ビエラの決勝弾、0対1、難しい浦和とのアウェーゲームを制しました。